そう。急遽予定変更です。パッと、まあ、時間に余裕もありますしね。パッと見たらね、今ね、どこにおるかって言ったら淡路駅ですね。ここもなんか平面交差で有名なね、駅って言ってね、ちょうど最近、あ、なんか、評価がされとったなっていうところなんですけど、高架工事がすごい進んでるんですね。来る途中のところがだいぶ高架になってましたけど、すごい複雑な高架のやつが見える。これは面白いな。今はまだ地上で平面交差やってますけどね。すごいな、確かに。この上、これ全部今高架工事やってるんやろな。すごいな。これ、あの、太田川みたいな感じになるのかな？あの、名鉄の。高い層建てっぽいよな。へぇー。これはできたらすごい光景になりそうですね。でね、なんでこんなところで降りたかというと、あれですね、せっかくだからね、北千里の方もね、ちょっと見ていこうかなということですね。というのはね、私も全然調べずに乗ってるからあれなんですけど、どっかにいないかな。あのね、この北千里の方にね、どうもね、山田っていう駅があるらしいんですよ。で、私本名隠してますけどね、やはり山田と聞いたらね、これ行かないわけにいかないわけですね。うん、あ、もちろん本名隠してますけど、すごいな。この行き先表示も本当すごいな。いや、梅田駅。天下茶屋駅とかもバンバン入ってきますから、これ構造が本当複雑だな。大和西大寺もなかなかね、ここでもう一線あるからやですごいですけど、こっち側が、うまいこと使いましたけどね、梅田と天下茶屋。でもどっちも来る感じなんかな。でうまいこと適宜入れ替えやってる感じみたいですね。へぇー。すごいなぁ。おう。大阪メトロの電車も入ってくるわ。6610って。まあまあ、まあまあ縁起の悪い車番つけますね。何やここは6601で。10番編成なのかな。へえ、そういうような感じなのかな。セリフの言い方が独特な言い回しですね。天下茶屋はね、こっちの方よく行くんですけどね。面白いな。全然駅、全駅、当駅ねえね。阪神は全駅、全駅、当駅ってやりますよね、そういうの。へえ、こんなところもちょっとした違いがある。そうか。じゃあ、複雑だ。すごいなぁ。右に降りていたり、まあ、本当に、本当に忙しい交差の駅ですね。すごいやん。阪急は全部3扉車なんやね。近鉄みたいな4扉車はないんやな。地下鉄の方に入っていくわけやな。って言うとったらこっちからまた降りてこっちに入ってくるね。面白いな。おお、千里来た来た。電車がでかく書いてあるんですね。